メガネの減税政策に非課税世帯法が金額多いのが納得できない私です。今回はサウジ参戦かと報道があった次期戦闘機開発について詳しく深掘りしていきます。次期戦闘機開発は加速するべきだし、新進量産しましょうよ。2023年8月11日にサウジアラビアが日英伊3カ国共同計画の次期戦闘機 F3 開発に参加を希望した。これをイギリスとイタリアは賛成したが、日本は反対を表明したと報道されたけど、あれからどのようになったのか気になりませんか？スマイル、アップ、旧ジャニーズの性加害問題などで日本国内は荒れているが、実はそんなことよりも、この次期主力戦闘機 F3 の開発計画には、国の将来の命運がかかっていると言っても過言ではない。世界の戦闘機を撮影し続けるフォトジャーナリストの柿谷哲也氏は、サウジアラビアが参加を希望するのは予想できたと語る。実は、イギリス軍とサウジアラビア軍の関係は自衛隊よりも古く、サウジ空軍の前身であるヒジャーズ空軍は、1921年に英空軍の協力から始まった。以来、サウジ空軍は、英国戦闘機を主力として運用しており、古くは BAC ストライクマスター戦闘機に始まり、ハンター、ライトニングなど120機を購入した。最近で言うと、イタリアやドイツも開発参加したパナビアトーネード戦闘機と攻撃機を計120機、ユーロファイターは72機購入している。イギリスとサウジの武器貿易の歴史を鑑みれば、サウジが参画するのは容易に想像できたはずだ。この事情を日本は知らないのだろうか。サウジアラビアの参画に反対を表明している。柿谷氏曰く、原油、LPG 取引に影響が出るかもしれません。先日、サウジアラビア王族一行のアジア旅行では、日本をキャンセルして韓国に行っていますと話していた。すでに、日本は東アジアにおいて韓国の後進国になろうとしているが、その影響が、この日英伊3カ国共同計画に出てくる可能性があるのではないだろうか。さらに、柿谷氏は、この日英伊3カ国共同計画は、イギリスとイタリアが共同開発していた次世代戦闘機テンペストが資金難で苦しんでいて、その協力先に日本が出てきたので、3カ国開発がまとまりました。この状況で、サウジアラビアが資金を拠出するとなると、開発のイニシアチブやデリバリーの優先をサウジが申し出る可能性がありますと語った。ところが、日本国内の最大の障壁となる自民党と公明党の与党間で、戦闘機の第三国輸出を可能にしようと話し合いを続けていた。すでに、自公の実務者協議においては、イギリス・イタリアと共同開発する次期戦闘機を含めて、装備品の第三国輸出を解禁したいと、の考えが示された。これで、万事うまく展開すると思われたが、航空自衛隊の那覇基地302飛行隊隊長を務めた杉山正樹元空将補は、そうでもないと指摘した。杉山氏曰く、次期戦闘機 F3 の輸出解禁は、まだ何も決まっていないのに、積極的な閣僚や官僚たちが動き始めています。もちろん、彼らは、ビジネスライクな形でやっているわけではなく、閣僚と官僚たちが戦略的に考えてやっているというバカな考えでやっているので何も一致していません。サウジの日英伊3カ国共同開発に参加に関しても日本のメーカー自体は反対だと言っていない。おそらく反対だろうと言っているだけでイギリスとイタリアがサウジを歓迎しているというのもないと思いますと語った。さらに、杉山氏は、この報道の背景に関して、この裏を考えると、今後のサウジは、オイルマネーだけでは厳しく、サルマン皇太子は、自国に、何らかの産業を持とうとしています。その一つが、航空産業と第6世代戦闘機の特徴でもあるネットワークを含む軍事産業でしょう。彼には、自国に生産工場を持って、外貨を稼ぐという目標があります。F3 開発に参画するのも、そのビジョンに当てはまっていますと推測した。しかし、サウジが F3 開発に加わると、
混沌とした状況に陥るとした上で、杉山氏は、おそらくめちゃくちゃ、ややこしくなるでしょう。日英美は、現在、各国の技術の得意部分を主導させ、作り分ける形を交渉しています。しかし、そこに、何の技術力もない資金力だけを持つサウジが入って、生産だけは自分たちで行い、さらに、ブラックボックスの生産もやるから、秘密もすべてくれとなる可能性がありますと付け加えた。さらに、杉山氏は、今回の参加発端には日本政府が関係しており、サウジが、ここまでやる気になっているのは、先日の岸田首相のサウジ訪問が影響しています。勝手に、岸田首相が、日本の技術もありますから、一緒にやりましょうと、ものづくりに誘ったからです。もはや、岸田首相の政治的手腕で、どう収めていくかにかかっています。自ら誘っておいて F3 開発だからと言って断ることはできません。岸田首相は、いろんな分野に塩をまいて、ちゃんと収穫しないから、常に混沌としている状態にしてしまう。その問題の一つがこれでしょうと話している。今回は、まさに、岸田首相自らが4カ国にまたがる国際問題に発展させてしまった。岸田首相に収束できる力はあるのかと思いつつも、杉山氏は、イギリスとイタリアにとって、サウジのお金が入るなら日本に入ってもらう必要もありません。アメリカは、意図組んだ日本を笑って見物しています。米国からすれば、この事態は計算済みだと思いますと語った。その結果、日英3カ国で F3 は作れなくなり、当然のことながら、日米共同開発も不可能となり、日本は空軍として2軍になるのかという質問に対して、杉山氏は、その可能性はあります。日本は、第二次世界大戦終了後、アメリカから最新鋭の戦闘機をもらいながら、空自は空軍として成長してきました。今回それがなくなることによって、アジアで戦うのが非常に難しくなります。空自は第5世代戦闘機として142機の F-35 を持っていますが、F-35 がフライト停止になった瞬間に空自はなくなりますと答えた。つまり、第6世代戦闘機とされる F-3 の開発計画が頓挫すれば、今後、中国、ロシアと対峙しなければならない時に空自が消滅している可能性があると杉山氏は言っているのだ。この問題が日本の未来を左右することは当然のことながら、これは岸田首相の今後の手腕に全てがかかっていると言っても過言ではない。日本単独だと完成まですごく時間がかかって、アメリカがもっとすごい戦闘機を作って、結局アメリカ製のものを買う羽目になることも否めません。それに単独だと、完成したとしても一機あたりのコストが高すぎて生産数も限定されて、結局は足りない分を安価な他国の戦闘機で補う羽目になるという悪循環が起きるので、まだまだ共同開発をしないといけないというのが現状だろう。確かにサウジアラビアの皇太子は曰く突き出し、権威主義国家は指導者の良し悪しで国としての動きが大きく変わるので、岸田首相の発言が失言のようにも感じるが、文字通り外交事例なのだから絶対に言ってはいけなかったと否定するものでもないでしょうね。そもそも戦闘機に限らず、研究開発というものは成功も失敗も必ずあるものなので、問題を回避することより問題が起きたらその経験を次に生かすことにベクトルを向けて、失敗体験をもとに具体的な資料を残したり、運用ルールを改定したりするという努力を積み重ねるから、いいものができるということが重要だと示唆する。サウジアラビアは、F-35 導入計画の時も、アメリカから参画を断られており、中距離弾道ミサイルを中国から購入して軍事的に接近しているのも理由にあるが、皇太子の記者暗殺主導など、人道的に大きな問題があるため、その行為自体が制裁対象になるからである。サウジ参画によって日本が懸念するリスクは、非人道的行為をした場合に制裁できず、国際社会から糾弾されるパターンであるが、ここは一度アメリカの度肝を抜いてもいいのかもしれませんよ。
今、海上自衛隊で最大規模の出雲片護衛艦に F-35B ライトニング 2B を艦載機とする航空母艦化の改修工事が進められています。出雲片護衛艦のベースとなり先行して建造された日向片護衛艦では航空母艦化改修ができなかったのはなぜか？日向や伊勢はドローン空母化計画して中国への圧力を増す作戦がいいような。中国もドローン空母を計画しているとの話も。日本の技術力は衰退と言われる方は多いですが、実は世界屈指の最強技術をいくつも持ち合わせています。秘密兵器量産へ。2023年現在、海上自衛隊が保有する中で、最大規模の艦艇といえば、1番艦の出雲と2番艦の加賀の2隻を含む、出雲片護衛艦で、ヘリコプター搭載型の護衛艦を示す DDH という艦式号が付けられています。出雲片護衛艦は、基準排水量が 19,500 トン、満載排水量が 26,000 トン、全長が 248.0 メートル。全幅 38.0 メートル、深さ 23.5 メートル、喫水で 7.3 メートル、スクリュープロペラ ×2 軸、搭載能力は最大14機の艦隊を持っている。しかし、航空母艦と呼ぶには、F-35 ライトニング 2B 型の最大搭載数は14機と、決して多い台数ではないが、海上自衛隊の艦艇では最大の規模である。出雲片護衛艦の主機関は、アメリカのジェネラルエレクトリック社製のガスタービンエンジンを、コガグ方式で、2機ずつ4機搭載しており、1機あたり2万8000馬力あり合計で、11万2000馬力で、最大速力30ノットを誇ります。また、電源装置として、OMO発電機が4機搭載されており、合計で、1万 4000kW の供給が可能で、原動機は、機関部と同じく、ジェネラルエレクトリック社製のガスタービンエンジンを搭載しており、護衛艦としては、初めて、戦艦電圧 6600V の高圧配電方式を採用しています。出雲片護衛艦は、日向型と同じく、全通式飛行甲板上の右舷側に、上部の建物を集約化された環境を備えています。この全通した飛行甲板のサイズは、長さ245メートル、幅が、38メートルと艦艇のサイズとほとんど変わりません。ヘリコプターの発着スポットが5つ設定されており、最大で14機が艦内格納庫に収容可能で、夜間でも発着できるようにライトが埋め込まれているなど、ヘリコプターの運用に重点を置いていることから、収益時から国内外ではヘリ空母と分類されています。この全通式の甲板には、第1、第2格納庫、および整備用の3つの格納庫が設けてあり、SH-60kg 哨戒ヘリコプターが最大14機格納できますが、実際は SH-60kg 哨戒ヘリコプターを7機と MCH-101 輸送、救難ヘリコプターを2機での運用となっています。出雲片護衛艦は、もともと多任務艦としての機能が要求されていたため、陸上自衛隊や海上自衛隊が運用している総発で、大型の CH-47J 大型輸送用ヘリコプターチヌーク回転翼機の運用が当初から想定されていました。この大型輸送用のヘリコプター CH-47J でさえも艦内に収容できるように配慮されているということからも、出雲片護衛艦がどれほど大きいかということが想像できます。その巨大な艦艇の格納機に収容可能な航空機のサイズはというと、まず、SH-60kg 哨戒ヘリコプターが全長 19.8 メートル、全幅 16.4 メートル、全高 5.4 メートル、全備重量 16,650kg。そして、MCH-101 輸送、救難ヘリコプターは、全長 22 メートル、全幅 18.6 メートル、全高 6.6 メートル、全備重量 14,600kg。CH-47J 大型輸送用ヘリコプターチヌークは、全長 30.18 メートル、全幅 18.29 メートル、全高 5.69 メートル、自重 178,352kg です。それらの機体を格納庫から昇降させるエレベータが、出雲片護衛艦には、迷子に計2機が備えられており、全部は、
インボード式で、後部は環境後方右舷のデッキサイド式で設置されています。全部のインボード式が長さ20メートル、幅13メートルで、後部のデッキサイド式が長さ15メートル、幅14メートル、耐荷重が30トンで電動油圧制御方式を採用しています。現在、改修工事が進められている出雲片護衛艦の伊豆、元、加賀に短距離離陸、垂直着陸が可能なストブル形式の F35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることが可能になり、その大きさは長さ 15.61 メートル、幅 11.37 メートル、重量27トン強の規模です。日本が調達を進めている F35 ライトニングアヤイトは、アメリカの航空機メーカー、ロッキード・マーティン社を中心とした企業によって開発されたステルス戦闘機で、日本を含む西側諸国が唯一調達可能な機体です。設計や建造を開始した時点では、出雲型護衛艦が F35 ライトニング 2B 型を艦載機とすることは決定されていなかったわけですが、浸水直前の2013年7月には、艦載機としての配備、運用も、視野に、F35B の導入が検討されている旨をマスメディアが報じましたが、当時の防衛省は事実を否定していました。しかし、出雲型は、設計段階から、将来の F35B の搭載の可能性を考え、エレベーターのサイズなどを決定しており、今後のその可能性を見越した上で企画されたことが推察され、先見性を感じられます。そもそも、海上自衛隊では、航空母艦の保有を目指していましたが、その当時、専守防衛を掲げる理念の下海上自衛隊が航空母艦を運用することについては、政治的にも批判を受けることについて危惧していたのでしょう。こうした政治的な状況で、日本が足踏みをしていた頃、中国は、国家の経済力を背景に、軍の装備の近代化とともに、勢力を拡大させ、活動範囲を広げ、軍事的な圧力を強めていました。このような日本の置かれた安全保障環境の危機感から、航空母艦化計画がついに実現することになりました。これまでの経緯を踏まえれば、ここまで踏み込むことができたことは、時代の変遷と言えるでしょう。2010年後半になると、出雲片護衛艦の航空母艦化改修が本格的に検討され、2017年には、建造業者であるジャパンマリンユナイテッド社へ、航空機運用能力の向上に関する研究が委託され、改修工事事業に着手しました。出雲片護衛艦に、無人航空機とともに、F35 ライトニング 2B 型の運用を想定した研修も行われたようです。そこで、本艦での将来的な運用を視野に入れて、2018年12月に閣議決定された防衛計画の大綱では、STVL 機を運用できるように本艦を改修することについて明記されました。そこで、攻撃的な兵器である、大陸間弾道弾、長距離戦略爆撃機、そして攻撃的な航空母艦は保有しないとしながらも、防衛に用いる航空母艦であれば、憲法や自衛隊の理念には反さないという、日本政府の見解が示されました。しかし、日本政府は、出雲片護衛艦の航空母艦化の改修工事が終了しても、F35 ライトニング 2B を、艦載機として、常時の運用はしないと、明言しており、従来通り対戦ヘリコプターを搭載し、F35 ライトニング 2B と併用して運用するとしています。出雲片護衛艦の航空母艦化改修工事ですが、2020年度防衛予算から改修費用をひねり出して着手し、1番艦出雲、2番艦加賀が、5年に一度実施される大規模な定期検査を利用して、それぞれ2回に分けて改修工事が予定されています。まず、具体的には、1回目の改修で、全通式飛行甲板に、F35 ライトニング 2B 型戦闘機が排出する高温の排気熱に溜まられる特殊な塗装を施し、耐熱加工や電源設備の設置が行われ、インフラ設備が整えられることが決められました。航空母艦化改修工事と並行し、2023年度の防衛費の中には、艦載機となる F35 ライトニング 2B を6機調達することが盛り込まれており、海上自衛隊では、
F-35 ライトニング 2B を総数で42機の導入を予定しています。F-35 ライトニング 2B 型が最初に配備される拠点としては、宮崎県の航空自衛隊の新連丸ニュータバル基地に配備され、必要に応じて航空母艦化された、出雲型に艦載され、2024年度からの運用開始を目指しています。日本で、初めて、航空母艦化の改修工事を進められている、出雲型護衛艦ですが、このベースとなり先行して建造されたのが、海上自衛隊初の全通式甲板型護衛艦としてヘリコプター搭載護衛艦である、ヒューガ型護衛艦のヒューガと伊勢の2隻です。ヒューガ型護衛艦の大きさは、基準排水量 13,950 トン、満載排水量 19,000 トン、全長197メートル、最大幅33メートル、深さ22メートル、喫水7メートル、高さ48メートルです。排水量の比で言えば、出雲型護衛艦のおよそ 70% 強です。出雲型護衛艦も、ヒューガ型護衛艦も、同じく、全通式の飛行甲板を備えており、空母といった外観ですが、飛行甲板から格納庫を結ぶエレベーターは、どちらも、前後に、それぞれ合計2機設置されており、インボード式が採用されています。ヒューガ型護衛艦のエレベーターは、やや小型で飛行甲板上にあるので、F-35 ライトニング 2B の運用が困難なため、出雲型のようにヒューガ型護衛艦に航空母艦化改修を行うには無理があったと考えられます。お、隅型輸送艦の大外艦に、伊豆、元、加賀の F-35 ライトニング 2B 戦闘機運用の実績によっては、本格的な航空母艦としての運用、あるいは海上自衛隊初の強襲揚陸艦として、それらを代替運用する可能性も考えられます。2023年10月19日、中国メディアの新民番号が、日本の海上自衛隊の最新潜水艦、雷鯨が川崎重工業神戸工場で浸水したことについて、原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載した。今回は、この雷鯨について詳しく見ていきましょう。中国は、日本の潜水艦建造技術を喉から手が出るほど欲しがっていますし、情報を入手しようとしています。台湾の潜水艦建造技術漏洩などの報道もあり、日本の建造技術漏洩も注視しますし、フランス原潜を完全に超えましたね。ディーゼル推進潜水艦としては、世界最大級の太平洋型潜水艦の4番艦、雷鯨が、2023年10月17日に兵庫県神戸市中央区にある川崎重工神戸工場において新規建造された潜水艦の命名式及び進水式を実施した。雷鯨と命名されたこの艦の名前の由来は第二次世界大戦前の海軍艦艇名を踏襲せず初めて用いられたものである。この雷鯨の規模は全長 84.0 メートル、幅 9.1 メートル、深さ 10.4 メートル、基準排水量3000トン、主機関はディーゼル電気推進で、プロペラ一つの一軸推進式となっている。排水量は、フランス海軍の現役原子力潜水艦、リュビを上回り、艦内に配備される乗員が約70名と少なくなっており、自動化レベルが高いと評価した。飛行は、2021年3月26日で、今後、偽装や各種試験を実施した後、
2025年3月に舞台へと引き渡される予定だ。これを受けて10月19日に中国メディアの新民番号は日本の海上自衛隊の最新潜水艦雷鯨が浸水したことについて原子力潜水艦に迫る性能だとする記事を掲載し、必ずやアジア太平洋地域の海洋の安全にとってより大きな脅威になるだろうと指摘していた。海上自衛隊の太平洋型潜水艦は、前としたフランス海軍が運用する予備級原子力潜水艦をしのぐ大きさで、ディーゼル推進の通常動力型潜水艦としては世界最大級と誇ってよいだろう。また、機動性や探査能力が、同型潜水艦の中でも格段に向上しており、同型潜水艦が搭載する大容量リチウムイオン電池と先進ディーゼルエンジンをベースに、雷鯨には、より、出力の大きなディーゼルエンジン2機に換装され、発電パワーの増強に適応した新たなシュノーケルシステムが採用されたと紹介されていた。これらの改良が事実であれば、通常動力型潜水艦でありながら、その機動性は、原子力潜水艦にかなり近づき、実戦性が大きく向上することになるでしょうね。さらに、潜水艦の生命線ともいえる騒音面に関しても、雷鯨がスクリューではなく、最新型の原子力潜水艦に用いられるポンプ噴射式推進装置を採用しており、騒音の低減と同時に航行速度向上を実現した上で、これらの特徴を総合して、外部からは、原子力潜水艦との差は、もはや、原子炉の有無だけだとの見方も出ていると伝えた。その上で、新民番報では、上海西方学院東北アジア研究センターの柳新、ヤンジェン副主任が、日本の通常動力潜水艦の発展傾向を見ると、原潜の技術力を求めていることは非常に明らかだ。総合的な戦力において、雷鯨は、なおも、原子力潜水艦とは明らかな差があり、戦術的な運用には制約があるとはいえ、長期的に見れば、日本の潜水艦部隊は、必ずや、アジア太平洋地域の海洋の安全にとってより、大きな脅威になるだろうとの見解を示していた。雷鯨の外観形状は、従来の、そう、流型潜水艦とほぼ変わらないものの、探知能力や静粛性が格段に向上しており、また、建造時から、女性自衛艦 WAVE の勤務も想定して、相応の設備を有しているのが特徴である。また、主要装備としては、艦首に魚雷発射艦を備えるほか、潜水艦戦闘管理システムや、艦首アレイ、側面アレイ、曳航アレイなどのソーナー装置、TCM、潜水艦魚雷防御システムを搭載していて、世界に最新式の誇る通常動力型潜水艦である。なお、雷鯨を漢字で書くと雷クジラとなるのだが、この名称は、冒頭でも話した通り、旧日本海軍でも艦名に用いたことはなく、海上自衛隊も使用するのは初めてとなることも特徴として大きい。まさに、雷鯨は、日本が原子力を使えない状況下での最適解を求め続けた潜水艦建造技術の賜物と言っても過言ではない。西側各国は、原子力潜水艦を建造することに制約がなく、その有り余るエネルギーを使うことで本来なら、改善すべきマイナス面を、すべて力技で隠しているような感じだ。逆に、言えば、日本が原子力潜水艦を建造してしまったら、凄まじい能力の艦が建造できることは間違いありません。確かに、国内の有形無形の制約を乗り越えるために、従来技術を極限にまで高めたわけだが、それでも、基準排水量が3530トンだったイタリアの400型潜水艦に比較すれば、まだまだ小さいといったところだ。アメリカが原子力潜水艦を開発する際に手本とした400型潜水艦の後継として、さらなる進化を期待している。日本の潜水艦は、忍者のように、世界でも類を見ないほどの静寂性に加えて、無音航行距離であり、日頃の訓練などによる練り度の高さも群を抜いている。米海軍の第7艦隊との合同演習では、何度も、米空母の撃沈判定を出しているから驚きである。最新の潜水艦が次々に就役するけど、やはり後継者問題が出てくる懸念は拭えない。
タイゲイ型潜水艦はディーゼル電気推進方式を採用しており、運用に関しても原潜より優れているし、また、原子炉を止められない原潜は、常に音を発していなければならないのに対して、リチウム電池で先行しているライゲイは探知されにくいという利点まで持ち合わせている。海底の艦内において、ペンを落としただけでも察知されてしまう探知能力船では、圧倒的な差を見せつけることになるだろう。台湾海峡での秘密航行も実行できるなら、まさしく、中国の脅威となることは揺るぎないのだ。国産潜水艦の話題になると、必ず、日本の潜水艦は、通常動力潜水艦が世界最高という書物やマニアの意見を散見するが、その根拠はどこから来ているのでしょうか。渦潮型の後継として建造された自衛隊初のティアドロップ潜水艦の騒音は、ジェーン年間では、うるさい潜水艦として分類されていた。今や、中国が、次世代の弾道ミサイル原子力潜水艦 SSBN の運用を、2020年代末までに開始するという見方が出てきており、安全保障政策に携わる、アジアの政府関係者やアナリストの間でも、かなり強まってきている。ロシアの技術支援を受けて、静寂性が飛躍的に向上すると見られる中国海軍が運用する096型は探知が困難で、アメリカや NATO 諸国にとって脅威が増すことになり、海中の軍拡競争を一段と激化させる可能性も十分に考えられる。米海軍大学で5月に開催した会議で、中国の原潜について議論しており、同大学の中国海事研究所が8月に発表した研究論文においては、新型艦の監視ははるかに難しくなると予測しているらしい。ロイターが取材したアナリスト7人のほか、アジアを拠点とする3人の軍事顧問によると、この結論には信憑性があると言われている。しかも、潜水艦の元乗務員だった海軍技術情報アナリストのクリストファー・カールソン氏が、インタビューにおいて、096型は悪夢になりそうだ。探知するのは極めて難しいだろうとも語っていた。アメリカをはじめ、インド太平洋地域で軍事活動する各国は、軍の配備と有事への備えを強化する中で、核ミサイルを積んだ中国の原子力潜水艦を監視する取り組みを中核に据えてきた。096型が就役すれば、対応の強化を求められることは間違いなく、これが台湾有事に発展して第三次世界大戦を巻き起こすかもしれないのだ。そのため、日本の海上自衛隊はもとより、海上保安庁も協力して警戒、監視を強めなければいけません。